大滝記念美術館にて開催中の月岡芳都市千都妖艶展展覧会の見どころをご紹介するスライドトークとしまして今回は海大百戦争についてご紹介をいたします海大百戦争は慶応四年1868年7月から翌明治二年1869年3月にかけてという日本の歴史が大きく動いた時期に出版されました 月岡義人が数え30から31歳の頃です英明28宗区が完結した翌年のことになりますこの作品では南北朝時代から江戸時代初期にかけての歴史上の人物の肖像が描かれています海大百戦争とは海の内と書く海大すなわち国内で行われた百の戦争という意味を含んでいます ただし作品の点数は100点ではなく65点です。また、「海大の貝は」の「怪」は義利の画号である一回祭の「怪」の字から来ています。海大百戦争を鑑賞する際、刊行される直前に旧幕府軍と官軍が争う戊辰戦争が起こっていたことを見逃すことはできません。慶応4年 1868年1月の鳥羽伏見の戦いを皮切りに、5月には江戸の上野で上野戦争が起きています。当時は自治的な題材を実名で浮世絵に描くことができませんでした。海大百戦争で描かれた過去の時代の武将たちの姿には、戊辰戦争で戦った人々が重ねられているのです。さて、今回のスライドトークでは、 海大百戦争の中からこちらの三点について掘り下げてご紹介をいたしますまず海大百戦争島左近智之です島左近は石田三成に仕えた戦国武将です関ヶ原の戦いにおいて打ち陣する場面を描いています画面を横切る二本の線敵陣から飛んできた弾丸です 下の方の弾丸は脇を通過していますが、上の方の弾丸は胸に命中しています。その衝撃で体をのけぞらせるシマサコン、首にかけていた数珠が大きく揺れています。口からは真っ赤な血を吐き出しています。垂れ落ちた血が刀の塚にかかっています。黒目は上を向き、目の一部が赤くなっています。 を失う直前でしょうか戦場で命を散らそうとするその瞬間が捉えられています次は海大百戦争堺久蔵です堺久蔵は織田信長の家臣です浅井長政と戦う姉川の戦いにおいて堺久蔵は十六歳の若さで討ち死にをしました鉄砲の集中砲火を浴びて 討ち死に押した坂井久三、その壮絶な死に様は、築岡義俊の兄弟子である宇田川義津も描いています。義俊は鉄砲で撃たれ顔面蒼白となった久三の姿を描いています。口から血を吐き出し、唇は紫色になっています。顔は完全に青ざめていますが、目の輝きは失っていません。 眉毛を吊り上げ、敵を睨みつけています。その勇猛な姿は、まるで鬼人の世であった九蔵。死の直前であるにもかかわらず、敵に対し襲いかかることをやめようとはしません。最後にご紹介するのは、海大百戦争、駒切八兵衛です。八兵衛は、島原の乱において天草四郎と共に幕府軍と戦った人物。 鉄砲の名手とされ、幕府軍の大将である板倉重政を撃ったとも伝えられています。銃口をこちらに向け狙いを定めている八兵衛。浮世絵では人物の顔を真正面から描く例は少ないため、どこか浮世絵らしからぬ印象も感じます。こちらをじっと見つめる視線。黒目の中に光が反射した白い点があるのも、 新しさを感じる表現です白い衣装に白い鉢巻おそらく八兵衛には上野戦争で官軍と戦った将棋隊の若者の姿を重ねられていると考えられます。当時の人々は過去の歴史上の人物の姿ではなくついこの前起きた戦争で戦った名もなき若者の姿をこの「海大百戦争」の中に見たのです。 以上、月岡芳都市の海大百戦争の中から3点の作品をご紹介しましたさて、大田記念美術館では月岡芳都市千都妖艶展を10月4日まで開催しています最後に紹介した駒切れ八兵衛は前期の出品作品のため、すでに展示が終了していることをご了承ください展覧会の詳細については概要欄に記載している 美術館のホームページをご覧くださいまた展覧会に出品される全146点の図版をカラーで収録した展覧会リーフレットも制作しています A4 サイズ48ページ税込みで1200円です美術館にご来場の際にはぜひお買い求めください解説は大田記念美術館主席学芸員の日野原健二がお送りしました ご視聴ありがとうございました。